お前らただの奴隷だ。俺が他の国から来て何が悪い。よそ者がこの国守っちゃいけねえのか。俺は約束したんだ。栗で自分の飯を俺にくれた黙ってたちと、ここ腹いっぱい飯の食える国にしてやるって。くらいで喜ぶな。当たり前にしてやるから。俺たちがこの国を出る頃にはお前が腹いっぱい飯食える国にしてやる。兄貴、その約束を。それをできなきゃここはずっと地獄だ。